リマイマイはもうせーの、先週はなインターアメリカンスクールの話いっぱいしたけど、恋愛トークをひたすらしようと思ってます。楽しいね。悩み相談、はい、インスタで募っていっぱい来たから、もうどんどん今日は答えていこうと思って、うん、いきましょう、バシバシ。クリはちなみに恋してますか？うん、まあまあ、あ、そう、もう終わり終わり終わりですか？オーバーバーザーバブリーで宣言しました。ね、オーマイガード。終わりかね。そっか。まあじゃあそんな、ちょっと、ちょっぴり冷めた感じのアドバイスになるかもしれないですけど、いいね。そうですね。はい、じゃあ入っていきましょうか。はい。恋愛してるとき、で、メロディーとか歌詞とか思い浮かぶんですか、お二人は。浮かびましぇん。わかる。浮かばないよね。幸せな時って浮かばないの。浮かばない。これちょっと、一時期すごいジレンマだった、自分の中で。あ、そう。え、だって作んなきゃいけないのに出てこないみたいな。うん、だし、アーティストである限り、やっぱ悲しみとか、寂しさとか、孤独がそこに、まあ、共存してないと、いいものって作れないのかなっていうふうに思って。I agree. 思っちゃう、うん、だってやっぱそういうフラストレーションから生まれることしか今までなかった、うん、フラストレーションと孤独じゃない、うん、だからその恋愛をした時にすごいわっていうあの気持ちが消えた瞬間に全部出てくるよね、出てくるから、うん、余裕がないんじゃん、うん、そうね、恋してる時は、うん、ある意味ね、うん、もうどっぷり入っちゃってるからね、あんまりなんかラブラブソングってある？ね、ないかもね。ほとんどは未練からとか、うん、そうだよね、共感したいんじゃない？共感できることに対してすごいハマるから、そういう失恋とかの、うん、の方がまあ全然共感はできるよね、うんうん、セラピーみたいな感じもね、聞いてる人のとか、うん、元気をもらいたいからとか、うん、ねえ、でも本当にそれは私も一緒だわ、うん、幸せな時はちょっと終わってからかな、書けないね。え、うん、じゃあ今めちゃくちゃ書けるじゃないですか。もうアルバム3枚ぐらい書けると思う。え、もう今日帰ったら絶対書いて、ね、ちょっとね、録音して。そうね、レッドフラッグスっていうアルバムですよ。アルバムタイトルやば。でもレッドフラッグスって多分あれした方がいいんじゃない、うん、教えてあげた方がいいんじゃない。レッドフラッグスは男性に対して、男性じゃないや、異性に対してダメな条件、あ、まずいね、やばいなって思っ て, っていう赤い旗がパンって立ってたけど、そう、で赤い旗がいっぱい立ってたらもうやべえぞっていう意味ですね、うん、レッドフラッグ、レッドフラッグそのままで、ね、行きがちっていう、ね、うん、そうか、うん、男性の好きな仕草とかある？あ、自分が見てないときに向こうもガン見してるときとか。おー、That's new! 視界に入ってる。わかるでしょ、うん、あの見えるじゃん、視界に。うんうんうん、で、こっち見てるなっていう。見てるなっていう。その回数が多いとか。それはもう、いけますね。いけますね。誰だよ、私、うん。好きなんだ。好きっていうか、なんか見られる、あ、女性として見てくれてんだなって思う。It's a sign.It's a sign. When they stare a little too long. Right.、うん、アイコンタクト。アイコンタクトね。どんぐらい、何秒だろうね。何秒だろうね。ちょっと待って。ちょっと、そうだね。っやってみて、二人で。Wait, 行くよ。今、今もう3秒かな。短い。嘘。3秒結構ちょっともう来たって思っちゃうかも。え、3秒で来たって思う？うん。え、3秒あってみ？せーの、え、結構長いね。3秒、あ、でも3秒短いから。でも話してないからでしょ。え、ちょっと待って、知らない同士で、うん、3秒、あ、それは長い。今度やってみよう。いや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 、That's long. なかなか、That's a long time. え、ちょっと気になってる人とかにやってみればいいよ。そう、ほんですっげーおかしいでしょ、なんか。すんげえもう、まず、無理やりみたいな。大丈夫この人みたいな。アイコンタクト、ね、でもドキッとしない？するする、え、でもさ、なんかご飯食べてるじゃん、トイレ行くじゃん、戻ってきた時にそれやってみて、今度やってみない？
わかる。戻ってきた時に。トイレから戻ってきた時にこうで、はい、Hey、またせみたいな。うん。ちょっと待って。ちょっと待って。ダメ。ちょっと待って、ちょっと違う。違うでしょ。何かが起きたのかな。何かが起きたのか、トイレの中で。私、流れなかった、みたいな。で、シチュエーションで何そっち持ってくわけ。ああ、やば。でもちょっとどうだめ、ね、トイレから帰ってきた時じゃないかもね。うん、分かった。いつだった目で会ったよ。目はなかったな。え、いい？うん。え、ハグ？ネックじゃネック。オンザネック。大丈夫、バーンとぶつかって大丈夫ですか？お母さん大丈夫。でもテンションが高すぎる。え、オー、like the neck。the neck、あのハグしてフレンドリーハグでも、and then チューみたいな。ちょっと内側でチューまではいかなくていいけど。それはなんかこう鼻息を感じるみたいな。ちょっとさ、じゃあベニは鼻息。鼻息。鼻息。でもさ、それはあるんじゃない？だってここってフェロモン出るとこじゃん。耳の裏。耳の裏。フェロモンとかってやっぱ野生的なあれなわけじゃない？うんうんうん。やっぱだからここでここの嗅覚がなんかちょっとチェックするんだよね。シャキンってなるのかな？うん、シャキンってなんじゃない？そうだからハグもしかしたらだからこう、うん、ハグにちょっと内側向くとそれっぽくなるね。女子は。うんうんうん、私だけかな、うん、え、でもドキッとしない？いやいや、なるっしょ。なるだって普通でここ来ねえじゃん。うん。やめてってなるじゃん。あったばっかりよしがさん。あ、確かに。まあ、だからどう大丈夫ですかってなるじゃん。雰囲気がいい時じゃないとね。そうね。でもあれじゃない、あのベニってそのネックとか、うん、そこら辺、ね、ここら辺フェチなんじゃない？あ、そうかもね。うん、前からそう思ってた。本当？うん。感じてた？うん。じゃあ目線とネック、目線とネック。え、なんだろうね。え、でもボディタッチがやっぱ上手な人はさ、いるじゃん。男性で慣れてるって言っちゃ慣れてるけどさ、うん、慣れてたら嫌だね。慣れてたら嫌だけどさ、こう自然にこうできる人、うん、でなんか思わない？だってされないじゃん、日本ってあんまり。うん、だから日本でされるとさ、ね、おってなんない？そうね、必要ですよ、みんな。だから男性の方ボディタッチしてください、うん、じゃあボディタッチの正解は何？じゃあボディタッチの正解は肩、うん、ま、そうだよね、タッピング。だからこれって別にさ、エロくもないし、うん、とりあえずそのケアしてあげてるっていう、うん、とか、まあ、道渡る時とか道側に立つとか、うん、なんかちょっと階段降りるときとか、うん、手荒れするとか、ね、そういうのでいいんですよ。皆さん聞いてますか？うん、レディファースト、うん、じゃあレディファーストだよ。うんうん、2 weeks yes in a row。 足りないよ、初ゲスト。足りない？呼んでくれてありがとうございます。すごい嬉しい。It's so fun。 2020年素晴らしい1年になることを願って、誕生日ももうすぐということで、今日は、はい、Destiny Sparkling、Oh my God！ そしてフェイスマスクを、Thank you！ セットで、I need it！ もうカラッカラなんですけど、でもこれ最高でしょ？一人で家で飲みながら、やばいね、パックをするっていう、ちょっと、30代女子のなんか、うん、そうだね、至福の時間を。確かに、はい、お風呂で。ありがとう、どうぞ。 Thank you！ Happy birthday！ Thank you so much！ Yes！ Alright, じゃあ lastly、はい、Can we get a cheers？ Yes, yes ma'am。 Alright, cheers to us in 2022! Cheers! Happy birthday! Thank you! Namaste! Go! 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 It's your birthday. We're gonna party like it's your birthday.